オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。皆さんこんばんは。怪談研究家の吉田裕樹です。本日はなんとスペシャルなゲストがお越しいただいております。私ももちろん昔からずっと見ていた方なので大変緊張しております。緊張が伝わっているかと皆さんにもね思いますが、実はですね、怪談や妖怪が大変お好きだというとある有名人の方、これを意外と思うか意外じゃないよと思うかは皆さん次第ですが、もう早速いきますよ、いっちゃいますよ。俳優の佐野史郎さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いいたします。お招きありがとうございます。いやよろしくお願いします。すみません、初めましての怪談を研究しております吉田裕樹と申します。よろしくお願いします。まさかこのチャンネルに佐野史郎さんがご出演いただけるとはね、多分誰も予想してなかった。そんなこと、あ、そうですか。そうです。そうです。でもまあなんかね、こういう番組はやはりね、気になりますよね。あ、え、佐野さんって YouTube の番組に出演されたことってあるんですか？あります、あります。あ、あります。はい。え、どういった？ドグマムシさんの。あ、そうですか。はいはいはい。マムチャンネル。マムチャンネル。はい。まあ、でも、ドグマムシさんのは、まあ、ウルトラマンの話だったので、それはそれは楽しかったですが。で、好き勝手やっていいですからね。もう好き勝手に喋ってください、ここでも。もう何にも、もう制限ないので。まあ、その代わり責任は自分で取るよって感じがありますよね。責任は彼らが取る。あ、そうですか。はいはいはい。やはり、怪談、オカルト、お好き。なんですか。まあ好きなんでしょうね。だからまあYouTube 番組で お声掛けいただいたのがウルトラマンとオカルトっていう、やっぱりまあそういうふうに思われてるってことなんじゃないですか。まあ、それは意外じゃないです。意外じゃないです、ね。それはもう全く。僕自身も SNS とかでね、はい、やたらそういうことをつぶやいたりしまつぶやきますしね。はい、もうちょっとあの細かく言うと どのような怪談オカルトがお好きなんですか。遡ればものすごいことなんだけど、でも、はい、いわゆるゴシックホラーじゃないかな。そうですよね。やっぱりこんな感じ。はい。怪奇っていうイメージが、なんとなく佐野史郎さんにありますね。まあ、もちろん日本の怪談も好きなんですが、はい、ちょっと怨念のこもったドロドロよりも、うんうん、もうちょっとやっぱ乾いてた方が実は好きなのかもしれない。はいはいはい、はい。これ僕は自分が俳優、になったあるいは俳優を続けているエネルギーの、うん、まあ、要素の一つとしてすごくその大きいと思うんですよね。オカルト幻想怪奇の世界っていうのは、はいはい、それ何に突き動かされたのかなって振り返る、やっぱり吸血鬼ものとかね、はい、マント、マント、マント、うん、ドラゴン、はい、みたいな弱いですね。突き動かしてるのは、うん、マントとドラゴンマントとドラゴンです。でもそのファンタジーの、その例えばバトルものみたいな、あるいは冒険ものっていうよりはもうちょっとそこまで元気のいいものではない。実はだからそこがね、はい、正直に話しますよ今日、はい、怪獣映画にしても、はい、バトってんのをそんなに、うんうんうん、まあいや楽しく見ますよ、はい、もちろん子供の時から見てるけど、まあ、怪獣ものがお好きっていうのもね、いやもちろんキングコングとゴジラの戦いとかもうそりゃ興奮しましたよ、熱海城壊すとこなんか、はい、ね、キングギドラ、はい、それはそうなんだけど、それはまあ結果であって、はい、そこが見たいって言うんじゃないんだよな、はい、まあ見たいけど、はい、結構気使われてますね、その怪獣ものに関しては 見たいために、はい、まあ、その過程が好きなんですよ。いやいや、でもそうですよね。例えばホラーにしたって、怪談にしたって、やっぱり最終的に、まあ出ますよ、ドーンって。怪物や、まあジェイソンだったり、怖いやつが出ますけど、でも、やっぱり肝は、その出るまでの。そうそうそう、バトルものは、なんか、戦ってるのがずっと続くとちょっとね。はい、ああ、なるほどね。ちょっと飽きちゃう。まあ、最終的にさすがにオチとして戦わないと、あの、話はつかないから、戦いはするけど、でもそれの前の、状況の方がいいってことですよね。例えばゴジラが山からずっと縫って姿を現すところとか、まあそういうことですよね。はい、ね、あの山の稜線からねこう縫ってね。ちょっとね、この、うん、いいんですわ。佐野さんの半生みたいなものを振り返りつつ、どういったオカルトとかね、怪談だったり、あるいは小泉八雲であったりが影響していったかっていうことを今回、まあ、あの話していただこうかと
せっかくなんですけどね。細かくやりましょうか。いや、もう本当にこの機会に、がっつり、佐野史郎というオカルト怪談というものを見せつけてやってください。まあ今でもだいぶ見せつけますね。俺も言っちゃいましたけどね。で、佐野さんのご出身はどちらですか、ね、島根県松江市ですね。ですね。それこそ小泉八雲ゆかりの地ですもんね。はい、ただ、幼少期は、1961年までは、はい、あの時にいたんです、ね。練馬にいたんです。はい、で、桜台に行って、はい、海進第三小学校に通ってたんですけど、はいはいなので、その東京オリンピック以前の高速道路が走っていない、ちんちん電車が走っていた、トロリーバスが走っていた東京。小さな川があったりとか。そう、まだまだまだ。その頃に、ようやくテレビというものが、まあ、出てきて、それでテレビを見るようになって、海外のものだと。半魚人であるとか、透明人間であるとか。ハマーフィルムそうなのかはなんかはわかんないけど、でも連続ドラマって、そういう、ものが幻想回帰的なものが流れてたんです。ああ、もうその当時にもそういうのがドラマもので、逆に言うとこう日本のものももちろんありましたけれども、うん、やっぱり海外のアメリカのものを輸入して放送するというような、まあまだこう GHQ 撤退してわずかですからね。まあ、当時はあまり回帰ものは日本の番組ではあまりなかったでしょうね。うん、その中で。まあ、海外ものではやっぱりスーパーマンとか覚えていて、うん、日本のものはもうやたらそういうものが出てきたんですよ。ほうほうほう。まあ、一番有名なのは月光仮面。はい。まあ、ヒーローものなんだけど、まあ、怪人が出てくるし、変な話。まあ、変な話ですよ。少年ジェット、幻探偵、はい、七色仮面、海底人ハヤブサ。はい。これ全部見てるんですよ。全部見ちゃった。全部、てかまあ、それしか、まあ、子供が見る番組は、はい、それ絶対怪人とか出てくるんですよ。はいはい。結構マントしょ羽織ってるし、そかそか、だから変な話、やっぱり江戸川乱歩的な、そうそうそう、まあ、いわゆる探偵小説っていう、はい、でもちょっとエロがいろいろ散りばめてあるので、はい、大人たちは読んでたんでしょう、はい、でそういうものを原作とした映画やドラマとかが、うん、まあ、人気があったと。だ子供向けにもいやいやその怪奇色っていうものが入り込んでしまう。必ず入って、怪しいんですよ。やっぱり怪人とか、はい、もう見るからに怪人のやつは目立ってしょうがねえだろうと、うん、まあ子供でもちょっと思ってたけど、まあそこは触れないようにして、うん、そうですね、でもまあ熱中して、やっぱり悪役に憧れたんです。あ、まあでも確かにそっちは魅力的ですよね、うん。中でも忘れられないのはね、なんだって、まあ記憶がね、はい、子供の頃な、3、4歳の頃の話なんで、4歳の頃で覚えてるだけで偉いですよ。いや、もうそのぐらい衝撃的だったって、はい。多分少年ジェットだったと思うんですけどね。絵を描いて、うん、まあ、画家の話で、うん、なかなかこう血の色が出ないと。うん、はいはい、だからその血の色を出すのに本当の血を使わなきゃダメだって言って殺人事件を起こして、うん、っていう回に見入ってしまっていやいや未就学児にも向けた番組なのにそこがもうすっごいワクワクしていやだからもう本当犯罪と紙一重だと思いますよあのいやいやいやこれいろんなもう山のようにネタあるんで、はい、犯罪ギリギリの話とかありますよ、ね、いやでもモノクロなのもまたいいかもしれないですね。血の色が出ない、血の色が出ないっていうね、カラーじゃなくて。そうそうそう、その画家のね、はい、役とか、まあ、マッドサイエンティストとかで憧れていて、もう、そういう、その、時代背景があって、はい、戦争というものがあって、まあ、高度経済成長期に行く中で、はい、ちょっと複雑な心情なんでしょうね。はい、敗戦、終戦、戦争へのこう複雑な思い、うん、解放された喜び、両方あるんだけど、その中でやっぱり救われたいとか、うん、暗いものはから逃れられないことも事実、うんうんうん、その暗黒を体の奥底に心の奥底に持ちながらでも明るい未来に、うん、あ豊かに幸せなことをちゃんと享受したいっていう、うん、こういう唯一背反した、うん、この状態が
あったんじゃないかな、まあ、1950年代の日本はちょっとそこら辺があったかもしれないですね。親の世代はまさにそうで、そういう、はい、まあ、ユニバーサルで言えば半魚人とかね、はい、フランケンシュタインとか、はい、ドラキュラとか、まあ、そういうものの背景もあったんでしょうね、うん、それがまあ日本のドラマにも大きく影響を与えていて、でそういった怪人ものとかね、幻想怪奇もの、パルプフィクションのような、うんうん、を原作としたようなものは見て、うんうん、まあ、でもそれはもうその世代にしたら多分全員見てるわけじゃないですか。全員見てるんです。でもみんなサムシロさんみたいにならないですから、なってないですから、サムさんはやはり、でも怪人の方にやっぱり憧れて、なりたい、やりたいみたいな。子供の時に、小学生の時にやっぱりドラゴンが火吐くとかね。うん、はい、眠れる森の美女ですよ。ああ、あのアニメのディズニーの方のね。そうそうそう、ディズニーのね。はい、それは多分4、5歳、4歳ぐらいの時見たのかな。はいはい、それでマリフィセントが変身、ドラゴンに変身するところで、こう、燃えたですよね、うんうん。マリフィセントの思いがもう、よくわかって。普通の小学、幼稚園とかでね、小学生はもう、ドラゴンがバーって出て何かを破壊するのがわってなるけど、でも佐野さんの場合は、あの、美女が、美女のね、ちょっと老いた美女が、マリフィセントが、うん、あの、あんな強大な竜に変身する。そのメタマルポーゼ感を。それで飛躍からね。そう、飛躍のもなんか、エロい、ね。ゴジラより前に火入ってたから。なんかエロス、ね。そうそう、エロはもう子供心に、幼児期からもうそれはもう察してたんです。で、パーティーに呼ばなかったと。はい。はい、そりゃ悔しいだろうなっていうふうに、マレフィセント側に感情移入してた。完全にそっち側で行ったんですよ。だからこの間その、マムチャンネルでね、はい、ウルトラマン、の話してても、はい、ウルトラマンになりたい、ヒーロー側には何の感情移入もなかったんですよ、最初から。あ、やっぱずっとやっぱり、マッドサイエンティストとか、はい、博士とか、はい、怪獣側っていうか、はい、やられる側の方に。え、特捜隊の人たちにもあまり、いや、もちろん好きだったけど、はい、やっぱりやられる方に。まあだから、ジャミラなんかそういう風に作ってあったし、まあ、ジャミラは完全にね、魔界ジュラ側もそうだし、はい、なんかそういう話が多かったんですよ、はいはい、それにもうどん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 引き込まれましたね。じゃあ元々のパーソナリティもそうだし、まあ、ちょっとね、ウルトラセブンなんか、ね、なんか特にまあそっちの方向に子供の性癖を歪ましていく、そう、まあ、ピタッとあったんですよ、ね、変わっちゃいましたね、出勤的にいいこっち側に来てるっていうのが、はい、まあ時代が歪めば歪むほどこっちに来るっていう僕の中、はい、ああなるほど、もうぴったりその世相が佐野さんのパーソナリティに反映しちゃってたっていうね。そうそう、俳優になってもう、はい、どうもみんなあのなんていうの、別に僕嫌われたくはないけどあのなんていうの、なんか人気、みんなに好かれる、はい、あの人になりたいらしいんで、ですよね。まあまあ、まあ、そういう人もね、いるでしょうけど。反対側、うん、悪の側の役の方が、はい、やりたい。そう、だから幼少期の頃からやっぱりやりたいっていうモチベーションがあったんですかね。やりたいかったんでしょうね。そう、まあ、役者になるべくして、そういうモチベーションが。うん、じゃそのエネルギーが、はい、やっぱ大きか、役者になりたいっていうよりも、うんうん、その負けた側の人、うんうん、悪者側の人を何とかしてあげたいみたいな気持ちはそれは強かったのと、そういうあの役者になりたいとかそういうことじゃなくて、はい、この人の気持ちをもっとみんな分かってあげようよっていうのは大きかったんですね。なるほどね。だからその後の冬彦さんにしても、うん、まあ、まさにね、もう本当冬彦さんのことをちゃんと思って、ちゃんとみんな分かってくれっていう、みんなそうだろうっていう、はい、あるいは、まあ、本当に魂の叫びですよね演技はしてるけど、はい、まあ、本心ですよね。本心で、別にバカにしててこんなやつ悪人だと思ってやってたわけじゃないですもんね。そう、みんなにはこんな風に変に見えるかもしれないけど、はい、この人にはこういうわけがあるのよって、はい、こんな風にしたのは誰よっていう。でもその親や社会背景をね、うん、単純に責めるばっかりで解決することじゃない、はい、じゃなんだっていう、そういう魂の叫びはやっぱりあった、うん、あったし、まあそれあの辺は確信犯でしたけど、はい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 、幼少期の時はやっぱその、はい、だから6歳ぐらいまでは、うん、その自分のがみんなとは違ってることには気がついてないですよね、はいはい、あの幼稚園の
お芝居、クリスマス会みたいなので、うん、はい、お芝居です、はい、でキリスト教系の幼稚園だったので、うん、実り幼稚園だったね、はい、ここでキリスト生誕を見守る3人の博士とか、キャスティングするときに、はいはいはい、これこの役やりたい人みたいな、うん、はいって言って今でも覚えてる。あ、まあ、ちょっと変な役どころですもんね。ちょっといやいやでもキャラとしては、いやでも東方の三博士は。それも一番いいですよね。でそこはやっぱりマント。どこからやってきたのか。うん、いいんで、ね、まあ。マント羽織って。この話だけでもずっと。いや、これはまあ飛ばしますけど、後に僕は上京劇場でも、その3人の博士の役をやることになるんですけど。巡り合わせ、まあ、まあまあまあ。でも東京だったら、まあ分かんないですけど、東京だったら割とそんなに、浮かずに済むかもしれないけど、地方行っちゃうと浮いちゃうんじゃないかっていうのは、そんなことはないんですかね。まあ、松江は割と文化的な街だとは思いますけれども。そうですね。それで転校して、はい、小学校1年生の3学期ですね。うん、その頃がだから、東方の怪獣映画とか、はい、まあ、マータンゴとか、はい、うん、サンタ対ガイラとか、はい、まあ、怪獣も好きだけど、まあ、伝送人間やガス人間第一号とか、うん、まあ、そういうものも見てましたので、はい、まあ、まさかそれが全部、まあ、戦争の影が映ってたのは子供心に分かったけど、それにしても全部そうだったかっていうのは、うん、まあ、後になってすることですからね、うんうんうん、そこにゲゲゲの鬼太郎、墓場鬼太郎の登場ですよね、はいはい、山のように妖怪浴びるわけで、はいはい、そういうことかっていうそのせいドラゴンと、もう妖怪みたいなこと、うんうん、あ、別々のことじゃないんだってこと、うんうんうん、分かる。しかもまあ鬼太郎がアニメなんかで大ブレイクすると、はい、カシオン時代のものもまあ一応サンコミックとかで読めるようになって、はいはい、ブラックウッドの約束とかね、はいはい、ああいう原作もの、はいはい、うん、ラブクラフトの父親の足音はその時はまだ読めてなかったけど、水木先生のその、ね、そうそうそう、カシオン時代のそうそう、はい、出典が全部、はい、でまあ、僕も水木先生のところに行って、あの水木プロで本棚見せていただいたことあるんですけど、まあ、その時代のものがずらっと並んでました、はい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 、こういう暗いものを描くとね、うん、あの編集者に怒られてねみたいな、うん、もうすごくすごくよく分かったですね。なるほど。その土着的なこの山陰のというか、うん、出雲の、うん、あるいはまあ大和朝廷以前の、はいはい、この列島を覆っていた蝦夷のパワーというか、うん、そういったものと西洋的なものが、ね、西洋由来の ね, ね、あのが近代のね、はい、まあ、そうですね、まず、まあ、じゃあ水木しげるはそうですね、まあ、そっちがかなり噛み合っているのが水木ワールドですからね。まあ、でもそういう意味で言うと小泉八雲もそうだとも言えなくもないですよね。そうですよね、はい、だから小泉八雲、ラフカディオハーンはギリシャで生まれ、アイルランドで、少年時代を過ごし、アメリカへ渡って、しかもまあシンシナティ、ニューヨークにもいましたけど、うん、ニューオーリンズで10年、うん、まあどっちかというとブルーのクレオール文化ですから、まあ辺境の地というか、もともとの土着の文化、うん、まあ、そういったものをかなり興味を持って見つめ続けてきた人ですからね。行くと、まあ、ハーンは、まあ、生き生きとしてたし、はい、まあ、ジャーナリストとしてもどんどん開花していったわけですけれども、うん、まあ、その目線で日本に来て、はい、来日する前に古事記読んでるんですよね。あ、古事記を熟読していて、はい、それで明治23年に、1890年に松江に来てるんですよ、はい、だからそんな古事記ちゃんと読んでる人の方が少ないと思うけど、うんうん、熟読してわざわざ自分でやった松江だっていうか出雲に行けるっていうテンション上がって行ったら、生まれ故郷のギリシャのレフカダの景色とそっくりだ、あるいはアイルランドの幼少期に過ごした浜辺のとそっくりだとかね、まあ、ダブリンの気配も松江にいると同じものを感じるっていうのは、まあ、こういったらですけどね、やっぱり多少ちょっとね、アイルランドとかもそうです、まあちょっと敗者の気配というものが、ね、いやいや、そうですよ、漂っていた。だからもうアーサー王物語とか読んでると、はい、子供の時はワクワクしたはずなんだけど、はい、今読むとなんだよって思います、ね、やられてる側の方に共感しちゃうっていう、ね、そうよ、そうですよ。あ、いや、そうですか。円卓の騎士の側じゃなくて、
ひどいよ、あれ。いや、確かに侵略の話ですからね。ことごとく潰していって、はい、追いやられた人はどうなってんだっていう気持ちになるので、うん、まあ、全部そうだけどね、うん、あの、残されたものっていうのは。まあ、小泉役もやっぱりでも同じでしょうね。その敗者の側に共感を寄せる。そういう目で思ってる人だから、日本に来てこんな古代が残ってるっていうことにテンションも上がる。古事記も熟読してるし。そうそうそう。まあ、日本人でも多分、日本書紀はともかくとして、古事記はそんなに読まれてなかったんです。そうですよね。まあでも、確かにそういう意味で言うと、ハーンのパーソナリティとは、かなり一致したんでしょうね。そうね。で、結婚もして。そう、だから最初は、まあ、明治時代にどういう反応だったかわからないけど、うん、まあ、僕の祖先なんか同じ時代空気吸ってたわけだし、はい、うちの近所で蕎麦食ってたなんて記録も残ってるんで、もしかしたら、ちょっとすれ違ったこともあるのかなとか思ったりするんですけど、来た当初に本当にどう思ってたか、松江の人たちが小泉八雲のことをどう思ってたかは分からないけど、まあ少なくとも、まあ、素晴らしい土地だというふうにこう世界に発信してくれた、はい、異邦人なわけですから、はい、それはやはり今でも温かく迎えられてるし、語り継がれているし、ヘルンさんっていうんですよ、向こうでは。ラフカディオ・ハーンが本名で、日本語でローマ字に直すと時に、ラフカジオ・ヘルンって、HR。ハーンをヘルンって書いてたので、松江ではヘルンさん、ヘルンさんって今でも言うんですけど、日本の、あと松江のいいところがいっぱい残して、あと階段もいっぱい残してる。ちゃんと読んだのは、まあ、小学校の時子供向けのではまあ読んでましたけど、それも普通にね、特に好きだっていうわけじゃなくて、松江の人間だったらもう小泉八雲、ヘルンさんっていうのは、まあ、すり込まれるわけです、はい、自動的に。でもあの、怪談、怪談の方を読む。そうですね。まあ雪女とか。あ、そうだね。雪女、まあ、東京の話ですけどね。うん、でも雪女の、まあ、それもちゃんとした話じゃなかったけど、ね、あれもちゃんと読んでみると結構大人の話だったりしますしね。ちょっとオリジナルに変えてはいるんだろうけど。やっぱりハーンもあの松江に来てで、まあ、節子さん、まあ、節子さんと、まあ、結婚し、まあ、してで、まあ、新婚旅行みたいな形でね、あの辺り、行ってますね。を旅行して、でその中で聞いた階段でおそらく興味持ったと思うんですよね、その旅行中に。節からいっぱい話を聞いて、はい、まあそれを、あの特に松江にいる間とか、はい、東京に移ってからはね、本当に古本屋行って、はい、階段話収集して、はい、で節がもう自分でから、はい、あの咀嚼して、はい、そうなんですよね。だからその節さんが語り部ですよ、ね、でその語り部である節さんのその語り方によってもかなりまたね、実はいろいろその辺もね重要なんじゃないかっていう気がします、ね。若い時、宮城保一の時の話なんかは本当に、はい、多分本当にそうなんでしょう、はい、もう憑依して書いてたっていうふうに、んうん、もうなりきってっていうか、もうそのもので書いてたっていう、うんうん、風に残ってますけどね。あの、まあ、説にも書いてあるのを読むんじゃなくて、はい、ちゃんと自分の言葉で、ね、語りなさいっていう風にダメ出しがあったようですから、はい、だからもうむしろ再話されて、再構成されて再話されることの方を望んでるっていう感じですね。まあ、自分のものに知らないっていう、はい、だから記録したものはデータ情報にしか過ぎないので、はい、本当はどうだったかっていうのが、何がどう起きたっていうことももちろん大事、事実関係は大事なんだけど、うん、こんな感じだったっていうことばっかりは言った言わないじゃないけどね、そういう記録で、はい、ほら言ったでしょ言わなかったでしょで分かることじゃない、その時どんなだったんだろうっていうことが、うん、だからその語られた、その節さんの語り口もあるし、語られたシチュエーションみたいなものもあると思いますし、でそれはやっぱり忘れぬ日本の面影に書いてあった、あのね、あの新婚旅行中の裏に、はい、それこそ裏日本を旅行していた中で、
宿屋で、ね、夜怪談聞いたし、 その怪談が、まあ、私自分の本にも書いてあるんですけども、おそらくハーンはそれこそ敗者に向ける視線の一番強烈なものとして、子供が殺されることとか子供が死ぬことにかなり強烈な、あります、ね、あのパッションというか、まあ、エモーションを抱いて、鳥取の布団の話とか、鳥取の布団の話、ね、あと生首引きちぎられちゃう話もありますしね、子供がね、あの幽霊だけの伝説とかもそうですよね、はい、あそうですね、子供赤ちゃんは結構大きいですよね、大きいですね、まあ、もっと言うとあれ、まあ、代表的な耳なし芳一の、うん、その安徳天皇の、あ確かにそうですね、安徳天皇がまさにそうですしね、うん、だしその持田の百姓って言われる話 でそれはもともとはこんな版っていう、うん、まあかなり日本ではずっと昔から類話が、うん、江戸時代からもずっとある話ではあるんですが、その江戸時代とこの話は、旅の六部を殺して金品を奪って、うん、それで成り上がった成金の話っていうのがもうそれがスタンダードなんですよ。でおそらく私はハーンは子供を殺した話にしてるんですよね。ああそうです、今まで自分の子供6人あの貧乏だからって殺して、もう養えないからって言って川に捨ててたんですよ ね。で、まあ、そんなことあったと思いますよ実際。で最終的に何人目はちゃんと育てたら、6ヶ月目ぐらいに外に出ておしっこしたいみたいな感じになったから、そうそうおしっこさせたら月夜だなって、うん、まあ、お前が俺を殺したのもちょうどこんな夜だったなっていう、こんな月夜だめちゃめちゃ怖い、怖いですよね、一番子供の頃に一番怖いなと思った階段なんですけど、でもおそらくその子供を殺すバージョンにしたのはハーンかもしくは節さん、小泉節子さんか、うん、んそれ分からないけど ね、あの、まあ、節さんの思いも強かったかもね、うん、はい、でしかもあの、まあ、温泉の日本海のね温泉浜村温泉で、の宿で聞いたけど、ちょうど7月15日ね、旧暦7月15日の夜なんで絶対満月が出てるはずなんですよね、うわ15夜の満月がすごい ね、それ臨場感が、うん、だからそれでもしかしたらその満月がこう節さんに小殺しの話としてね、うん、改変して語らせたのかもしれないし、やっぱりハーンはハーンでその小殺しであることが多分一番強烈に響いた、まあ間引きの話はたくさんあったと思いますよ、それこそ語られずっていうか、はい、まあ、記録には残らないけども、はい、実はなみたいなことはどのうちにもあったと思いますよ、はい、ハーンもハーンでやっぱり生い立ちからしてあんまりね、ちょっとあの親の愛に恵まれなかったようなところもありますから、そう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 、でそこでビビッドに反応して、でその怪談を残して、で私はだから日本の近代怪談はハーンによってその小殺しの恐怖っていうものが導入されたんじゃないかっていうのは、まあ私の勝手な仮説ではあるんですが、うん、それはまあハーンが狙ったわけじゃないかもしれないけど、結局この国の歴史そのものの象徴としてね、うん、何を葬り去ったのかっていう蓋をしていたものが、はい、あるいは自分のその後ろめたさみたいなものが、うん、ある瞬間にこうめくれ返ってというか、うん、わっと顔を出してくるっていう恐怖は、うん、個人の中にも地域の中にも、うん、もちろん国家の中にもものすごくあるんじゃないですか、うん、でそれがまあ面白いのがやっぱり、まあ、あの西洋から来たそうそうそう藩によってこう抽出されたっていうところが面白いなと思います。まあ、あの政治的なことの、はい、ことに重ね合わせれば、まあ、外圧によってですね、はい、外圧によってこの国が目覚めさせられて、はい、まあでもやっぱ怪談っていうのはそういうふうに抑圧された負の歴史っていうものが抑圧しきれずに噴出して、しかも抑圧してギュギュギュってしたからスッてストレートな形で出てくるという、なんか違う話漏れてくるんですよ、話もちょっとずれてるっていうか違う話としてそうそう改変されて出てきちゃうっていうのが、まあ、ある意味不謹慎ながら面白いところであったと私は思うんですけど、まあ、その大人になった今だからこうやって話をするけど、でも子供心に直感で何かそこにあるんだろうというのは、うんうん、いや分かりますよね、それは特に松江に、はい、東京で幼少期、まあ、物心ついて、うん、ちょっとやっぱり敗者側の、うん、ヒーローじゃなくて悪役の方に感情移入して
この人には訳があるんじゃないかっていうか、うん、もっと分かってあげてよっていう気持ちのまま最に出雲の地に引っ越した時に、うんうん、あこういうことかっていうのが、うん、なんとなく体に入って、うん、でももともと生まれ育った子供たちは同級生たちはそういうもんだと思ってるから、ああ、それこそ小泉八雲と一緒で外部から来たから、ああ、そうか、そのパッと逆に分かりやすかったっていうのはあるかもしれない。ちょっと目線は違ったかもしれないね。はい、ただまあルーツはもうどっぷり出雲の人間なので、はいはい、今でもアイデンティティというか、どこの人間ですかって言ったらまあもう松山の人間で出雲の出身ですと。はい言いますよね。そもそもきっかけとしてはじゃあ八雲の怪談にハマったというか。そうですね。だからまあいろんなもの原則回帰的なもの、うん、幽霊妖怪怪獣そういうものの暗黒の世界が好きだったことは、うん、まあ土台にあるとはしても、はい、具体的に八雲だって思ったのはずいぶん後ですよ。はい、意識的には高校生じゃないかな、まあ、結構早いですよそれでも十分早いですいやいやいや松江の人間にとっては今更っていう感じもやっぱりあって改めて大人になってから大人って、まあ、高校生ですけども感覚が違います、ね、でもどういう感覚で やっぱすごいなって思ったんですか変だなと思ってやっぱり虫の音色のことだけ虫の話ばっかりしてるのもあるじゃないですか。はい、ありますね。はい、階段ではないですけど。まあでも骨董にしても、階段もそういう虫の名前とか、はい、女の人の名前とか、はい、まあ、博物学者、民族学者って言えばそれまでなんですが、はい、階段が軸にあるんじゃなくて、はいまあ、階段はあくまでもそういったコレクションの中の一つにしか過ぎない。はいまあ、骨董って言ってるぐらいですからね。そうですね。でそのことになんとなく気がついて、はいはい、まあオタクって言葉は当時なかったですけど、うん、そういうマニアックさに惹かれてたのかな。あなるほど。そういうものの見方にね、うんうん、まあそのこととラフカデュハーンがちょっと面白いんじゃないかって、うんうん、地元ではあまりにも当たり前だったけど、うんうん、いやいやいやこういうふうに日本見てたのって面白くないかっていうことを、うん、まあ高校生の、まあ、仲間たちとね、うん語り始めた17ぐらいが意識した作家として意識したきっかけですかね、うん、まあその前は小学校6年生の時に草原推理文庫でブラムストーカーの吸血鬼ドラキュラを読むわけです、うんはい、平井貞一っていうのはちょっと覚えやすい字ないかなまあ僕初めて読んだあの文庫本が吸血鬼ドラキュラなんですよ、はいまあ、結構あります今みたいな簡約じゃなかったけど、はいそれで中学に入ったら、まあ、草原推理文庫が面白いぞというので幻想怪奇の傑作選みたいなのに手出し始めるわけですよ、はいはいはい、でその時はねラブクラフト入ってるのもよく分かってなかったんだ、はい、で読んでもなんかまあ面白かったけど何がどうなってるのかとかっていちいち覚えてなかったけど平井貞一っていう翻訳者の名前を覚えちゃったんだ、うんうん、それがまあ、長井画風の弟子だったとかね、うん、そういろいろあったなんてことは、まだ知る由もないし荒俣さんのことも もちろん知る前なんだけど、うん、この人の翻訳してるものは面白いんじゃないかなって気がついたのは、うん、水木さん そのカシオン漫画時代の漫画に「ブラックウッドの約束」があって、はい、そこに平井貞一って書いてあって、はい、あ同じ人だと思って大体なんかこの人が面白いんじゃないかなあなるほどね そこを切り口にしていけばっていう。これがほら、はい、音楽にしてもプロデューサーの名前が一緒だと外れがないみたいなのとあるじゃないですか、はいはい、そういう見方をするかしないか大きな分かれ目ですよね、はい、やっぱり平井貞一からそうハーンもまあそれは後でつながったことで、はい、ハーンはハーンでも松江の土壌だから、はいまあ、もちろんそうですけどそのあつながるっていう感じで、そうそうそうでまさかそこまでね、はい全部翻訳するほど平井貞一が、はい、やってたっていうのを知るのはもう後になっての話で、はいはい、まして平井貞一がラブクラフトをいち早く紹介してたなんてのも後になってしまうことなんだけれども、はいはいはい、まあ好きな人というかこの感覚が視読者にも伝わるんだなと思って、うんうんうん、ああもうタタタタタタッと繋がったのはまあ高校生卒業する頃かな。なるほど。まあその頃にはもう
シルリアリズムとかにもかぶれてたブルトンとかね、はい、アントナン・アルトのこともなんとなく、まあそれは19歳になってからかっていうのは、でも俳優は目指そうっていう形に、そうそうそう、それとこれは別だったり、うん、まあ同じになったのがまあカラさんのところですよね。そうです、まあ、それまでシェイクスピアをやってるけど、でもシェイクスピアだってまあフランシス・ベーコン説があって、まあまあはい、あのバラ十字、はい、秘密結社のバラ十字社の会員だったっていう、はいはい、錬金術師だったんじゃないかっていうのもあるし、まあ、まあそれはシェイクスピアにももちろん、もうシェイクスピア全部盛りですから、オカルト要素ももちろんね、オカルト要素すごく吸血鬼出てくるし、ね、僕はだからシェイクスピアやってた時も、はいはい、もうそういう目で演じてたので、そうなんですね。それはね、仲間いなかったです。お仲間からどう思われたんですか、その小田島さんとか、また四郎がみたいな感じで、はい、あの惹かれてましたね。あ、でも僕はもう危機として、はい、あの首切り役人の役とかマントかぶってマント着てました、本当に着てた、おじいちゃんのトンビだったけどねおじいちゃんのトンビだった。それでリチャード3世なんかこれは吸血鬼の役だって、まあ、吸血鬼って演じてましたけどね。もうそっちの路線でもう最初から言ってたんですね。最初から意外とスタンダードだなってみんな思うと思うんですけど、えシェイクスピアから入ったのって思ったら、アカデミックどころじゃない、正反対ですよ、やばいやつですよ、あの人は。でも結局その後上京劇場行くわけですからね。そこは繋がってる、まあ、それはもうぴったりですけど、繋がってる、はい、さんはまさにね、はいはいはい、っていうね、まあ、でもまあもうやっぱりそう言ってもね、お時間がね、まだようやく20代に入ったところで終わっちゃった、もうお時間なんですけど。ラブクラ、乱歩の話とか一つもしなかったですよね。しなかったですね。いやでもまあまあもうそれ、次回、次回ね。そうですね。例えば、オカルトや、まあまあ小泉八雲の怪談であったりっていうことを知ることで、人生良かったなって、いうことはありました。それも救われることですよ。まあまあそれはオカルトというか芸能というかね、うん、まあ神事というか、うん、あの目に見えざるもの、この世ならざるもののことをちゃんと受け止められれば、うん、現世がどんなに辛いことであろうと、あの救われる道があるということは教わりましたよね。それは何かといえば、まあ乱歩じゃないけど、夜の夢こそまことじゃないけど、うん、まあこの現実自体が誰かの見てる夢だったらっていうのは、もう、まあ、そう言うとなんかファンタジーで生ぬるく聞こえるかもしれないけれども、みんなが現実だって思ってるのはなかなか人間 の、うん、その感じれることだけであって、存在するものの中のごく一部でしかない、はいはい、まして国とか家族とかモラルとか常識とかっていうものは、人が書いた決めた、まあ口伝であれ筆記であれシナリオであって、それは乱歩が書こうがポーが書こうが誰が何を書こうが荒唐無稽な話を書こうが、それとどう違うんだと、みんな人間が感じて作り出したものじゃないかだとしたら、僕らも普段日常を幻想回帰の中で生きてるわけだから、はい、じゃあ他のね、みんなが嘘っぱちだと思ってるフィクションの幻想回帰の世界は、あれが嘘なのかって言ったら、そんなことはないと思うんですよ。そっち、むしろそっちの方が本当だっていうことを信じて表現に携わって生きていくかどうかですよね、うん、どっか現実は現実、フィクションはフィクションだって思ってんじゃないかっていう、みんながフィクションだって言って蓋をしているものの方に、うん、を生きることこそが、うん、本当の意味の現実を生きるってことなんじゃないかっていうことを、まあ言い聞かせながら、うん、まあそういう思いと体になるね、まあまあなんていうんですかね、まあ救われますし、生きる活力が湧いてきますね。そうですね。じゃあ辛いと思っている人も、ね、そうオカルトエンタメにこう、ね、目を向けて、別にそっちに生きることは間違いでもないし悪いことでもないし、いや、そう普段生きてることがオカルトエンタメなの、全部、はい、今が今ここが、まあ、あの国会で審議してることも全部オカルトエンタメなんですよ、はい、いや本当に、ね、変だよ
はい、話聞いてるとほとんどルイス・キャロルのなんかね、あのマッドハタのお茶会、お茶会の論理と一緒なことが現実に繰り広げられてるのを見るとね、はい、じゃ逆にオカルトとされてきたものの方がすごく論理的なのかもしれない。そうですね、そういう側面もありますね、そこはね。ということでですね、サラさん、あの現代の実話怪談っていうものが、あの割とね、まあ、こっちはですけど、日本で現代文化として多少ブームになってきてるんで、そちらの方もね、ちょっと俺もあるんですよ。あります？これは本当にリアルに怖い体験をしたので、それね、後で語ってください。あの、ね、これからですね、佐野さんに生の怪談を聞いていただきたく、お祓いとかしません。しない、しません。大丈夫ですか、今まで大丈夫だったんですか？大丈夫じゃない時もあるけど、しません。大丈夫じゃなかった時、いや、体験してる、本当大丈夫ですか？かなり怖い語り手をね、2名お呼びしているんで。まあ NHK の番組で放送した時に亡くなられましたよ。それはシャレにならないんで、スルーしますけど、あとで、あとでお聞かせください。これから怪談会が始まるので。はい、ということで、引き続きご参加よろしくお願いします。それでは、明日の怪談会でお会いしましょう。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。